白根の温泉白布温泉は、山形県米沢市にある温泉。白根の高湯温泉とも呼ばれる。米沢市の南部に位置する。湯治場としても400年を超える歴史を有する。江戸時代には、福島の高湯温泉、山形の蔵王温泉ともに、大湯山高湯に数えられた。湯量にも極めて恵まれており、源泉掛け流しの旅館が多い。 標高約900メートルの東ず三北西側に位置し、冬季は雪深く、卑怯的な現地の趣きある雰囲気に、東京をはじめ、大都市圏からの観光客、オートバイでのツーリング客、またシーズン時には、スキー客も多い。老舗である、中屋旅館、東谷屋旅館、西屋旅館をはじめとする数軒の旅館が存在する。その外観は、 かつては昔ながらのかやぶき屋根で、訪れる、人々の心を癒してくれていた。現在では西や旅館のみが、かやぶき屋根である。足湯、内湯もあり、米沢牛や山菜中心の旅館の夕食は、老若男女問わず好評である。付近には、天元大スキー場や滝があり、野生の猿や、タヌキ、天然記念物の日本カモシカにも出会える。 開け湯は1312年であるとされる。武士であった佐藤総順が、鷹が温泉できずを癒しているところを発見したと、される。白布温泉の名前の由来は、複数存在する。温泉発見時の鷹に白い斑点があり、白斑鷹湯と名付けられ、それが転じて、白布鷹湯、白布温泉となった。温泉の流れる様が白い布のようであった。 アイヌ語で無表のできる場所の意味である、調布に由来し、後に漢字を当てがった。戦国時代には、伊達明楽衆が入党したとされる。1604年から1615年の間、当地に米沢藩の鉄砲製造場が置かれた。1790年には、上杉鷹山が入党した。中屋旅館、東ず屋旅館、 西屋旅館のかやぶき屋根の並びが名物であったが、2000年3月25日午後5時5分頃に、中屋旅館を火元とする火事により、中屋旅館、あずま屋旅館が全焼した。ありがとうございます。